皆さんご存知かとは思うんですけど、私ってアイスが大好きじゃないですか。知らねえよ知らねえよバカ。知らないですか。アイスの実って多分皆さんシャーベットのイメージが強いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、こう進化を続けてきてとろけるような濃厚ジェラートというふうになってるんですね。濃厚ジェラート。そしてこれがアイスの実最大の魅力、じゃじゃん、味の種類が豊富。あ、はい、季節ごとにも違う味が出たりするの で、 そうです、一年中たくさんいろんな味が食べられます。ちなみに私は一周回って巨峰が好きです。あ、はい、これでも井上、はい、こんだけ好きならそのなんか当てられるの味こう。あ、本当ですか。これ目隠しして食べて。そうですね。これはいけるよね。味違う。だってこれ別にだって普通に田村もできそうでしょ。だってはい、できますし、今のところなんか新しい知識っていうのがあんまり得られてない。確かにね。確かに、まあ、知ってる情報のこの繰り返しだったっていう。確かに、なのでここでちょっと愛が知れたら、いやいやこれ、うん、いいな。ということで、キキアイスの実をやってもらいましょう。なるな。さあ、それではまずはこちらの味ですね。うん、はあ、これは分かるよ。いや、まあまあ、いける、大丈夫よ。いける。はい、じゃあ竹本お願いします。はい、大丈夫だよ。はい。オレンジジュースのことは忘れて。動揺さ。キキオレンジジュースを思い出して。いける、いける、いける、絶対いける、大丈夫。さあ、うんうん、いける、お願いします。はい、どうかな、どう、もうこれ簡単だろう。うんうん、まあね、はい、いけるよ。どういう表情、どういう表情。井上、どっち余裕の笑みじゃない。え、そっち。バカにすんなよってことかな。多分これだと、多分自信ない。でもこれだと思うんですよね。うんうん、どっちだろう。でも、いや、どっち。いや、でもこれだと思います。うんうん、はい、いける、いける。食べた味は何ですか。巨峰です。何もやだ。それではマスクを取って。あ、正解は濃い桃味です。濃い桃ですよ。これはやばいです。濃いぶどう味と巨峰を間違えるならまだね。まだしも。井上さん、嘘だ、ほんと。いやいや、本当に。え、これもう好きじゃないっていう。もうなんで。井上、今後アイスの水着は封印してください。